リップ。1月20日木曜日、時刻は12時45分を回ろうとしています。さあ後半もこのスタジオ、前橋シティ FM のスタジオからクリップ生放送でお届けしていきます。担当は磯日彩香です。皆様後半もどうぞよろしくお願いいたします。ラジオネームキングヤスさんからある一通のメールが届いています。2年ほど前、あーちゃんのラジオでの呼びかけをきっかけに初めて献血をしました。それから先月まで 400ml 献血を7回行いました。素晴らしいですね。皆さん拍手お願いします。私は日本赤十字社のウェブ会員サービスラブラッドに入っています。毎回献血可能日になれば LINE で通知が来ますし、献血に関するいろんな情報が流れてくるんです。血液の検査結果もすぐ送られてきて、過去の結果とともに簡単に比較できるから便利ですよ。献血には献血ルームを事前に予約して利用しています。待ち時間も少なくて、準備された飲み物を飲みながら快適に過ごせるから好きなんです。特に最近また献血の量が足りない状態とのことで、次回の献血可能日になったら8回目の献血にすぐ行きたいと思いますと。いや本当に素晴らしいリスナーさんですね。拍手ですけど、いやキングヤスさんメールありがとうございます。そうですね、今日はこのねキングヤスさんのお話をしている献血について、私もね40分台をお話できたらなと思いご用意してきました。キングヤスさんのおっしゃる通り、今また献血ね、ちょっと血が足りないというところで、皆さんもニュースなど見たことがあると思いますけど、毎年ね冬になりますと皆さんが外に出なくなるというところから、冬は献血が足りません、皆さんご協力お願いしますっていうね呼びかけを聞くかと思いますけど、今はコロナ禍でまたね血がなくなってるそうです。で先日のニュースで、群馬県内の医療機関で使用する血液の量が去年11月から予測を上回る状況が続いて、前橋市の県赤十字血液センターは改めて県民の皆様に献血、特に 400ml の献血への協力を呼びかけています。血液の需要増加は、新型コロナウイルスの感染拡大で手術をね控えていた患者さんが第5波が下火になって以降手術に踏み切っているため、あのね血液をねこう使うことがやっぱ多くなるんでしょうね。なので今月1日から17日までだけで 400ml の献血、2300回分の予測を上回る血液が必要となったそうです。なのでキングヤスさんが入っているこのラブラッド会員サービスね、皆さんに協力を求めてるなどしていますが、それだければやはり足りない。何が足りないかって言いますと、こう集団で献血してくださる企業さんとかいらっしゃるじゃないですか。ただまたねコロナが増えてきたということで、キャンセルが相次いでいるんだそうです。なのでこう血液の確保がね難しくなっているっていうのをね、私もニュースで見て、あ急いでね献血に行かなければと思ったのですが、 200ml は、まあ、まだね足りてるそうなんですけど、この 400ml ってところが足りないそうで、ただ条件がありまして、男性18歳以上、女性は17歳以上で、体重が50キロ以上なのが条件なんです。私もね、最近ちょっと増えてきたんですけど、これはね、別に決してね、この献血するために体重を増やしてるわけではないんですけど、50キロ以上ですね。なので、なかなかね、ちょっと女性の方はね、難しい方は多いと思うんですけど、男性の皆さんね、積極的に、献血に行っていただけたら嬉しいなと思います。で、一番近くて、皆さんが行きやすいところで、どこかあるかなって調べたんですけど、1月23日の日曜日に、欅ウォークで行われます。20歳の献血キャンペーンが行われますね。確かに毎年ね、1月はこの20歳の献血キャンペーンが行われましたけど、全然ね、20歳ではない皆さんでも OK ですよ。当日はキャンペーン会場で、この 400ml の献血に、
ご協力いただきます。ご協力いただいた方にはなんとステンレスのタンブラー一個プレゼントします。お写真見たんですけど、とってもね、可愛い献血ちゃんのキャラクターがポーンと乗っていて、色もね、4種類ぐらいありましたよ。ね、このね、タンブラーが欲しいっていうためにね、行く。それでも私はいいと思うんですよね。はい。なので、ぜひ皆さん、お時間がね、ある方は、朝の10時から12時、そして1時30分から夕方の4時15分まで行っておりますので、欅ウォーク前橋へ足を運びに行っていただきたいなと思います。またですね、この M ウェーブの近くでも何かないかということで、探しました。2月4日の金曜日なんですけど、東京海上日動火災保険群馬支店ですね。KBIX この建物の隣に東和銀行さんがありますね。その隣の隣ぐらいにあります前橋ホテル様の道路挟んで相向かいのところにある会社なんですけど、そこでですね献血が行われるそうです。2月4日金曜日、受付は9時30分から11時30分まで、そして1時から4時までと行われます。今ね、多分一番コロナのワクチンを打っているから大丈夫かなって心配される方がいらっしゃると思いますけど、ワクチンをね接種された方でも接種後48時間を経過していれば献血ねご協力いただくことができますので、よろしくお願いいたします。というわけで今日は献血についてお話をさせていただきました。あなたの献血で助かる命があります。助けられる命をぜひ皆さんの血で助けてください。というわけで金魚屋さん、メールありがとうございました。